一世とは北、アメリカや南アメリカ、オーストラリアなどで使われた最初に各々の国に移住した日本人を表す日本語である。移住先で誕生した一世の子供たちは二世、孫たちは三世とそれぞれ称される。最初に行われた日本人の組織的移住は1897年に35人がメキシコへ渡った。 榎ノ本移民とされているが、特に多くの日本人移民並びにその子孫が住んでいるのは、ブラジルアメリカ合衆国、カナダペルーとされている。1908年に、カサトマルに乗って、ブラジルに到着した初の日本人移民ブラジルでは、日系人以外のブラジル人と結婚して生まれた者も、も含めると、約150万人にも及ぶ、日系人がいると言われ、 世界で最も多い日系人の人口を有しており、その多くがブラジル社会において養殖を占めるようになっている。ミニドカ強制収容所に収容された日系人最初にアメリカへ渡った一世はアメリカ本土ではなく当時のハワイ王国を目指した。その多くが日本での貧しい生活から脱却することを目的としていた労働者たちは、 1885年2月の第一便をはじめとするアメリカの蒸気船シティ・オブ・東京に乗ってハワイへ渡った。彼らの移住は砂糖キビやパイナップルのプランテーションにおいて安い労働力を必要としていたハワイ政府によって助成金を支給された。アメリカ本土への日本人の移住は1885年頃から始まった学生と労働者の渡航がきっかけとされている。 初期のメンバーはサンフランシスコに居住し、その数は1880年代末期から1890年代にかけて拡大することになり、渡航の目的は祖国を近代化させるための高度な知識と技術を身につけることだった。彼らは外国人を歓迎する国というアメリカのイメージによって引きつけられたことによって渡米したが、その大部分がアメリカに定住する意思はなく、 アメリカで学び身につけたことを日本で生かすことを目的としていた。その後はアメリカで家庭を持ち定住する移民が増加したが第二次世界大戦中は適正外国人であるとして強制収容所に収容された。帰化が認められるのも1952年に修正移民法が成立するまで待たなければならなかった。日系人コミュニティでは それぞれの世代を示し、区別するために、日本の数字と世代を表す、世を組み合わせて、一世、二世、三世、四世、五世といった用語が使われている。数世、二世、三世は、権利や性、日本への貴族意識、宗教的信条並びに儀式、その他重要な事柄において、明確に異なる姿勢を示している。彼らが、 戦時下における強制タッチの木と抑留に直面していた時代は彼らの経験や態度及び行動様式におけるこれらの変化を説明する上で最も重要な要素の一つである日系という単語は社会学者の多国籍グループによって考案されたものでその範囲は世界中に住む当該国の国籍を持ちかつ日本人の血を引くすべての人間を含んでいると されている。一世と二世の中でも上の世代のものの集合的記憶は1870年から1911年にかけての明治時代の日本のイメージであり、それは後から来た移民たちが自分たちより遅く去った日本に対するイメージとは明確に対象をなすものだった。双方の日本への異なる姿勢や 社会的価値観は、しばしば両者の間に摩擦を生じさせ、第二次世界大戦後も双方の溝が埋まることは、なかった。1988年8月10日に、レーガン大統領が、市民の自由法に署名してからは、北米の日系人社会では2世と彼らの親並びに、子供たちの間で、自身の貴族意識や非日系人への適用のやり方に、対して、 大きな変化が見られるようになった。現在、イギリスには、ロンドンを、主として10万人を超える日系イギリス人が、現在いるが、世界の各地で見られる、日系人のようなものではなく、イギリス人は、伝統的に日系人を一世、二世、三世というように、総括した呼び方はしていない。一世日本で生まれた後に、海外へ移住した世代の人間は、 一世と呼ばれている。1930年代に一世という言葉は移住者を意味する英語、イミグラントに変わって一般的に使われるようになった。この新しい言葉は彼らの自身に対する見方が変わったことを例示するものであり、定住に伴う精神面での変化や独自のコミュニティを持つこと、新しい国に所属するという考えを表している。 一世は緊密な日系人社会に居場所を求めたことからその大部分が生涯現地の言葉を習得しなかった。彼らは第二次世界大戦初期の頃に経済的、社会的に莫大な損失を受け、それに耐えたが戦後も失われた財産を立て直すことができなかった。そのことからも一世同士で互いを支え合う傾向があった。新聞、テレビ、 映画などのメディアに対しても、自身の子供たちとは異なり、日本語のものに頼る傾向があったことから、自身を、現地人ではなく、日本人と考える傾向があった。写真派な嫁一家全員で移民を行った。南米のケースとは、対照的に、アメリカやカナダの場合、一世の多くは単身で渡航した男性だったことから、現地に住む、日本人女性は皆無に等しかった上に、 特に、アメリカでは、白人と、有色人種との結婚は、法律で禁じられていた。さらに、配日運動の緩和のために取られた1908年の、日米紳士協定により、日本側は米国への旅券発行制限をせざるを得なくなったため、経済的に余裕のある者は日本に一時帰国して、結婚相手を見つけたが、長期間仕事を休む余裕のない者は、 写真花嫁の制度を利用することとなった。これは実際に相手と対面することなく写真と文通のみで結婚相手を決めるというものだった。1920年2月に日本政府が写真花嫁に対する旅券発行を禁止するまでにアメリカへは約2万人の日本人女性が渡ったがアメリカ政府はこのような結婚を代理結婚とみなして 正式の結婚とは認めず、彼女たちの入国には届け出や許可が必要だった。また、中には日本で見た写真とは別人のように年老いていたり、聞いていたような財産を持っていなかったといったケースも多く見られ、結婚を拒んで日本に逃げ帰った女性もいた。写真花嫁に対する旅券発行が禁止されて以降は、 結婚するためには日本へ一時帰国して結婚し、サイトベイするという方法を取らざるを得なくなったが、1924年に配日移民法が制定されたことにより、その方法も不可能となった。移民の経験は必然的に彼らが後にした、日本の社会と直接関連した要因の範囲によって影響される。移民として、 祖国と新天地の間に生じる不一致は、各々個人による独自の方法ですり減らしていったが、共通の要素は、日系カナダ人や日系アメリカ人の社会の歴史において出現し始める。江戸幕府が鎖国制度により、外国人を日本社会から排斥して以来、日本は1639年から1854年の2世紀以上に、わたって外交面では、 閉鎖的な国家だった。長崎に住む中国人やオランダ人は例外だったが、彼らですら日本人市民と交流することを思いとどまった。また、一般の日本人が海外へ渡航することは法律によって厳しく禁止されていた。外交面での変化は1853年にマシューペリー提督が率いるアメリカの艦隊が 来航したことがきっかけとなり、これが貿易や外国文化との接触のドアを開くために、政治、経済の中枢が、それまでの江戸幕府から新政府にとって変わる、明治維新が始まる要因の一つとなった。1866年以後、新しい日本政府は、布国強兵へ実現させるために必要な知識と経験を身につけるために、 学生と労働者を渡米させることを決定した。1884年以降、日本政府が労働者の移住を許可したことにより、北米や南米への移民が始まった。オレゴン州の例を挙げれば、1890年にはわずか25人だったのが、1891年には1000人、1900年には2051人にまで増加している。 1915年までに800ドル以上の貯蓄を持つ日本人男性は日本から妻を呼ぶ資格があるとみなされた。大部分の日本人労働者は新しい技術を身につけ、帰国前に祖国の家族のために金を稼ぐことを漠然と考えた、いわゆる出稼ぎのつもりで北米渡り移民として定住する意思はなかった。 そのほぼ全員が男性であり、農業や工業、鉄道建設などで活躍した彼らの多くは、労働者として成功を収めることとなった。日本で生まれた一世は、自身の文化的な展望を日本に置いていたが、アメリカに住むことを選んだ。彼らは祖国に対する確かな教習があったのにもかかわらず、遠く離れた異国の地で家を持った。現在のアメリカでは、 彼らに当初からアメリカの市民権内市国籍を与えていれば、ほとんどの移民がアメリカに定住し続けていただろう、と考えられている。1913年に制定されたカリフォルニア州外国人土地法は、アメリカ市民でない者が同国で土地を所有するのを禁じた。この法律では、日本生まれの一世は禁止の対象に含まれたものの、彼らの子供であり、 アメリカ国籍を持つ二世は含まれなかった。そのことから、多くの一世は、自身の土地の名義を、子供のものにすることによって、同法に対抗した。アメリカ人は一般に一世を、そやで無学な人間が多いと見ていた。これは、大部分の日本人が、農業のような、当時のアメリカでは低く見られていた仕事で働くことを、余儀なくされていたことに原因があると考えられている。 アメリカには労働者としての移民が多くいたため、アメリカ人は移民に対して比較的否定的な見方を持ちがちだった。実際には大部分の一世は教養があり、彼らうち60%は高等小学校を、21%は中学校もしくは実業学校を卒業しているなど、一般的な日本人より高等教育を受けているものの割合が高く、その水準は 当時のアメリカにも匹敵するものだった。キリスト教と仏教と無宗教者にかかわらず、一世は行政当局においてトラブルを起こすことはほとんどなかった。1902年から1960年代へかけての一世の検挙率はカリフォルニア州における他のマジョリティを占めるいずれの民族集団と比較しても低かった。ごく少数の例外として、 一部の若い一世が、賭博や売春に関する犯罪を犯したこともあったが、それは、文化的な価値観の違いから生じるものだった。一世には、仏教から来る社会的倫理観が深く根付いていたため、反社会的な行動を控える傾向があった。また、彼らは自分たち行動が原因で、アメリカにおける、日本政府に対するイメージが悪化することに神経を尖らせていた。 1882年に制定され、当初は10年間の次元措置だった中国人排斥法の適用延長を支持したアメリカの世論は1900年以降になると一世を含めたすべてのアジア系移民に対する社会的な抗議活動と化した。多くの中国系移民がアメリカを去ったことからその敵意は一世に襲いかかった。アメリカの労働者団体は 排日運動を広げる際にイニシアチブを取った。白人は、勤勉なアジア系移民が成功を収めるのを目の当たりにして彼らを排斥したがった。その結果、1905年に日本人と中国人をアメリカの労働者の脅威とみなした67の労働組合がサンフランシスコでアジア排斥同盟を結成した。同盟の主張は、 一世に対する監視と攻撃を求めるものだった。このように排日が吹き荒れる中、1906年10月にサンフランシスコ教育委員会は市長の選挙公約に基づいてすべての日系と韓国系の生徒を中国人と同じ学校に隔離するように命令した。この扱いにカズヨたちは憤慨し一部の者は 日本の新聞社に一連の出来事を投書するなどした。このことから日本政府がセオドア・ルーズベルト前大統領に抗議したことから1907年に両国間においてアメリカ政府はすでにアメリカに在住している日本人移民の公立学校排斥などの差別待遇をしない代わりに日本政府は在米労働者の父母、妻子と農業定住希望者以外に 米国への旅券を出さないといった内容の日米紳士協約が締結されるに至った。1911年までに渡米した日本人移民の約半分は夫と再会するため渡った女性だった。紳士協約の締結後、多くの偽生たちがカリフォルニアで生まれた。にもかかわらず多くの白人たちは日本人移民に対する差別を止めなかった。 一世は勤勉で法律を遵守し家族と地域社会に対して献身的なまでに尽くしていたことなどからもアメリカ市民の模範とも言える存在だった。しかし当時のアメリカではそのような一世の長所に目が向けられることはあまりなかった。排日移民法の制定は一世が差別との戦いに敗れたことを意味した。それでもカズヨたちは従来 使えないとされていた土地で、米の栽培を促進することを非常に得意として、カリフォルニアの日本人農民は、米を、同州の主要な生産物にまで押し上げた。最大の一斉コミュニティは、サンフランシスコ近郊のバカビル周辺で形成された。アメリカとカナダの政府が、1942年に、西海岸に住む日系人を抑留した際、 市民権を持つ二世と市民権を持たない一世を区別することはなかった。1988年にアメリカ合衆国議会とカナダ議会において戦時中の強制収容に対する謝罪と保証が制定された際大部分の一世はすでに亡くなっており存命していた者にとっても失った財産を取り戻すにしてはあまりにも遅すぎるものだった。 ありがとうございます。